このチラ見せ大胆だと思いませんか？今回紹介するのはフリーアナウンサーの有働由美子さん。小学生の頃から新聞記者のように人の知らないことを誰かに伝える仕事をしたいと思っていたという有働アナ。サムネの写真のように俳優の国村淳さんに知らないことを伝え切った有働さんは有言実行のアナウンサーです。素晴らしいですよね。大学生の時に湾岸戦争が勃発、戦火の中世界中のテレビ局の特派員が戦況を伝えている姿を見て、テレビの世界のジャーナリズムに憧れアナウンサーを志望するようになったそうですよ。父親は原格者で、有働アナが大学生になってからも男女交際は禁止で門限は20時半と決められていたそうです。その反動なのか、アナウンサーになってからは異性関係に関してたびたび報道されました。親しい局内のベテランスタッフには、下は30歳から上は還暦まで OK ですなどとアピールをしているそうですよ。公共の電波を使って自身のお股を見せびらかせ男性を釣ろうとしているところを見ると、三大欲求の性の方がとても強いんでしょうね。有働アナは業界切手の野球ファンでも有名ですが、当初長嶋監督に自身が巨人ファンであると言おうとも思ったが、監督すみません、阪神ファンなんです、でも監督のことはいつもテレビで見てましたと正直に伝えたところ、長嶋監督に構いません構いません、野球を好きでいてくれるなら嬉しいですよ、僕も阪神ファンだったんだよ、ふっふっと言われ、その瞬間自身のハートが射抜かれたと語っています。きっとシミができるくらいじわっと。変な想像はしないでくださいね。現在も結婚はしておらず、巷の噂では年収が2億以上あると言われています。きっと女性用のお風呂などを頻繁に利用しているんでしょうね。こんな有働アナですが、今後の活躍も応援していきましょうね。チャンネル登録は任せますが、今後このようなチャンスを見逃してしまう可能性があるので、損をしたくない方はチャンネル登録は必須ですね。ご視聴ありがとうございました。